お座りになってください。いや本当にね、金銀もう快挙達成ですよ。え、あ、大丈夫ですか。え、相当高橋に来てる。高い高いしてあげましょうか。大丈夫です。いや、あの羽生選手、はい、あの改めてね、あのオリンピック連覇ですけれども、どんなお気持ちなんでしょう。そうですね、ほっとしてます。幸せですし、ほっとしてます。ここにかけてきてたので、はい、いやすごかった本当にね。そして宇野選手も初めてのオリンピックでね、銀メダル獲得ですけど、今回のオリンピック、どんなオリンピックになりましたか。そうですね、オリンピックという舞台をどんな気持ちで迎えて、どんな経験ができるのかっていう気持ちでオリンピックに臨んだんですけれども、特に何も感じずに終わりました。え、これがオリンピックだとか、そんな感じ全然なかったんですか。そうですね、最後まで普通の試合でしたね。普通、え、緊張とかもなく。そうですね、どんな緊張してもそれを抑えずに受け止めようって構えてたんですけど、最後まで緊張はあまりなかったです。すごいですね、心臓の強さがね。心臓チタンでできたりしてます、ね、羽生選手ね、はい、あれだけの大怪我なさったわけじゃないですか。で、本当に羽生選手間に合ってんのかなってもうみんなが不安だったと思うんですけど、ぶっちゃけね、自分のベスト 100% とすると今回何パーセントぐらいで臨まれたんですか。ベストの比較が単純にできないなってちょっと思ってて、ああ、なんかとりあえず今言えることは、今の自分で 100% は頑張れたかなというふうに思ってます。でもまあ正直そんなにいい状態ではなかったわけでしょ。いい状態ではないです、はい、そこはしっかり言っときます。いや、そうでしょうね。いや、でもそれで金メダル取るんだから、もう何でしょう、メンタルの強さ、哺乳類最強じゃないですか。で、だって、いや聞いてください、メンタルが強いのはこっちです。いやいや、もちろん宇野選手もね、宇野選手はあのチタンでできてるから。いや、それでも2人ともすごいですよ。その大会直前とかね、不安なんてなかったですか。不安だらけでしたけど、まあでも不安になるのはどの試合も一緒っていう、まあ、宇野選手の言葉を借りるとしたら、どの試合も一緒だなという。はあ、でもほら、ね、韓国に疲れて、いや金メダル取りますって力強くおっしゃってたじゃないですか、はいはい、あの時はもう自信はあったわけですか。というか、そういう風にしなきゃいかんっていう風に思ってました。自分を鼓舞するためにも、鼓舞というか、もうそういうなんか未来を確定させなきゃダメだなっていう、そのちょっとしたメンタルのコントロールの仕方ですけれども、まあ、そういうことはちょっとしてました。はあ、2人で金メダル銀メダルね、確定した時っていうのは何かお話なさったんですか。俺が泣いてたんだよね、ひたすらね。泣いてましたね。あ、何鼻で笑ってるの。先輩泣いてたの。そんなことない。それなんか どっちから声かけたんですか。俺からかな。なんておっしゃったんですか、羽生さんが。僕がとりあえず おめでとうっていう話をちょっとして、でも、はいはい、その前にもうなんか、まあ、自分のコーチとか自分 そのトレーニングメイトとか、うん、まあ、トレーニングメイトも一緒にあの銅メダル取ってたので、うん、もうなんかもうめちゃくちゃだったんで僕、はいはい、それどころじゃなかったね。あんまり、いや、そりゃ興奮するでしょう。どうしよう、その羽生さん、いつぐらいによっしゃ間に合ったって思われました。その間に合ったとは一個も思ってないですね。あ、そうですか。やっぱり今回は今回で、やっぱりそのベストを尽くせてない選手もたくさんいらっしゃいますし、うん、もちろんそれがまあその選手の実力だと言われてみれば、まあ、それがオリンピックだとかね、はい、それが試合だからって言われたらそれでおしまいなんですけど、うん、まあ、全選手が完全にベストを出し尽くした試合だとしたら、やっぱりこの自分の今の状態ではやっぱり勝ちきれなかったなというふうには思っています。うん、そのお二人のね、お互いのすごいなって思うところってどの辺なんですか。チタンの心臓。いやいや、確かに心臓すごいですよね。チタンの心臓。本当にいつもそんな感じなんですか、宇野さんは。あのチタンの脳みそも持ってるかもしれないですね。え、そんな脳みそカチコチなの。いやいや、柔軟そうな感じしますけども。いや、僕はその羽生選手のようなプレッシャーを受けるような立場じゃないので。そんなことないですよ、やっぱ宇野さんに対しての期待もすごく大きかったから。いや、もう今シーズンずっと羽生選手と同じ試合がなくて、あの久々に羽生選手と同じ試合だったんですけれども、すごい楽でした。あ、やっぱ羽生選手がいらっしゃると楽なんですか。はい、もう全部メディアの方もファンの方も全部羽生選手の方に。あ、そういう意味で、あの厄介事全部こっちに押し付けちゃいみたいな。運じゃないでしょ。そして話はこの今回のオリンピックで話題となったこの写真。いや、何をニタニタしてんの。先輩が四つん這いで言ってんのに。
羽生と宇野を直撃した上田さん。話は今回のオリンピックで話題となったこの写真について。なんか見ましたよ、ショートの前日だっけ、宇野選手がねインタビューしてて、羽生選手がなんか四つん這いでこうで、あの時の気分ってどんな感じでした？いや、とりあえず邪魔しないように行こうって言って、あのバストアップってここから上だったんで、とりあえずあの足の下さえこうやって行けばなんとかなるなって思って、すごく静かに行ったんですよ。いや、偉いわ、そんな先輩なかなかいないですよ。俺お笑いでそんな先輩一人も会ったことない。宇野さん、あれ知ってました？羽生選手がこう四つん這いで言ってんの？静かに言ってない。静かに。いやいや、何をニタニタしてんの？先輩が四つん這いで言ってんのに。どんな気分でした？いや、どんな気分でしたって、ゆずくんらしいなって。ゆずくんらしいなじゃない。そういう時は宇野さんがちょっと一歩前に出んの、通りやすいように。すごい、あんまりな、あんま先輩後輩とかっていう感じじゃないんですか、普段から。結構仲いいですし、なんか結構長いんですよ、付き合いが。なんか最近になって敬語を使い始めたんですけど。普段敬語じゃないんですか？なんか時々敬語が混ざるぐらいなんですよね。でもなんかなんだかんだ言って3歳差ぐらいしかないので。いや、3歳の違いは大きいですよ。敬語とタメ口の混ざり方がいい感じです、僕的には。全然羽生選手には別に敬語使わなくてもなんかこういいかなっていう甘えみたいなのが終わりなんですか？優しいし、この質問。羽生選手とあの、はい、しばらく会わなかったんです。しばらく会わないうちにすごい選手になっていて、その後敬語になったね。もう次会った時はもう敬語になっていた。ちょっとうわ、成績すげえからちょっと敬語にしようかなと。なんかそれまで普通にゆずくんゆずくんって言ってたんですけど、なんか久しぶりに会った時ゆずくんみたいな感じで。違和感たっぷりだったでしょ。まあ、羽生選手がそんなに固くしなくていいよって言っていただけたので、なんかちょうど敬語とタメ口の真ん中ぐらいに。なるほど、もう忘年会でも上司がね、あのブレーコーって言ったら本気でブレーコーにするタイプだ。宇野選手はね。普段は分かる、分かってる、分かってる、ね、うん、分かってる、ま、今の分かってる。多分分かってないけど笑っとけみたいなことなんだ。なんとなく分かる。どうなんですか、その羽生選手とその宇野選手、普段はフィギュアの話が多いんですか、それとも関係ない？ゲームの話かな。うん、スケートの話ほとんど、ね、あんましないですか。え、うん、ゲームの話？ゲームの話。ゲーム、どんなゲームを？僕が一緒にやってるわけじゃないんですけど、はい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 、まあ、僕ゲーム好きですし、彼はもう ほぼゲーマーなんで、スケーターって言えるのかゲーマーっていうのかどっちかわからないぐらいゲーマーなんで。そっちの方が才能あるの？ゲームの方が。そっちもあります。才能はないんですけど、うん、スケートより努力してるかもしれない。いやいや、スケート頑張ってください。そしたら。で、どうですか、もうね、初めてのオリンピックでしたけど、現時点でオリンピックまた出たいななんていう気持ちは終わりですか？この大会がオリンピックだったっていう実感が本当になくて、自分がオリンピック2倍になれた、自分が思っていたオリンピックよりもあの緊張しなかったですし、実感も今ないので、次のオリンピックと言われてもあまりわからないんですけど、まあ今は目の前の次の世界選手権に向けて頑張りたいなと。もうすでに視線はそっち向いてるわけですね。羽生選手はまたよし次回3連覇っていう気持ちっていうのは今はもう今はないです。今はまだ全くないです。まあ、しばらくやっぱり休みたい。うん、休めないんですけどね。あの、まあ、僕も一応世界選手権の代表なんで、はい、あの一応出るっていう感じなんですけど、うん、やはり先ほども言ったように足首の状態がちょっと思わしくないので、いろいろ考えなくてはいけないなというふうには思ってます。今一番何やりたいですか？治療。よかったよかった。あの前回ソチの時聞いたらね、とりあえずサルコーの練習したいですねみたいなおっしゃってたから、休みなさいって言った記憶ございます？そうです。今はとりあえず休んでほしい、お二人にはね。そしたら最後に今後の目標をお伺いしてもいいですか、宇野選手。まあ、僕はこれから先のことはあまり考えないので、あの次のオリンピックというよりも目の前の世界選手権に向けて、あの今回見つかった課題、羽生選手だったり3位だったハビエル選手 の完成度の高さというものを自分も出せるように頑張っていきたいなと思っています。ゲームの方も頑張ってくださいね。そうですね。いや、そっちはいいのよ。じゃあ羽生選手、最後に今後の目標を。僕の場合は割と今燃え尽きているというか、もう本当にいろんなものをかけてかけてやってきたものがやっと手に入った状態なので、もうとにかく今この、重み、この嬉しさをかみしめたいかなというふうに思っています。はい、お疲れのところどうもすみませんでした。ありがとうございました。羽生選手、宇野選手でした。おめでとうございました。